中国では明日から大型連休が始まります。円安の影響などもあり、今年の海外旅行先の人気1位は日本です。こちらは日本行きの手続きをするカウンター前になります。朝早くから中国人旅行客がこのように列を作っています。中国では明日から5日まで労働節と呼ばれる連休に入る中、北京の空港では日本行きのカウンター前に多くの中国人旅行客の姿が見られました。中国の大手旅行会社によりますと、今年の海外旅行先の人気1位は日本で、今月27日から明日までの北京発東京行きの便はほぼ満席だということです。这次在去环球的那个马里奥主题园区。会考虑买些东西吧，如果汇率比较低的时候。中国ではこの連休の期間中、航空機や鉄道を利用して延べ1億5000万人以上が移動すると予想されています。